当然楽しみですし、またね、このユニフォームを着て、原田との撮影なんで、まあ、僕自身も、楽しみにしてたし、まあ問題は体が、動くのかと、いうところになりますが、まあ楽しくやります、はい、もうスーパースターですね、雲の上の人って感じです、はい、まあ、冷静に、ふと冷静になった時に、なんかすごいことだなっていう風に思う時もよくありますけど、本当にどんどんいろんなことを吸収したいなと思います。まずこの色合いが好き。そっか、じゃあオールスターで4盗塁取った時もこのユニフォームやね、ピンクの手袋してね。まあさすがにそれが見える年齢ではないですか。まあ、和夫さんももちろん松坂さんとか、今も結構 YouTube でライオンズの映像見たりするんですけど、もう本当このユニフォームのイメージですし、強かった時というか、はい、そういう時のユニフォームなんで、すごいかっこいいですし、試合で、皆さんの前で着れるのを楽しみにしてます。いやいや、もう腰が持つかなってね、それぐらいいいんじゃないかな。まあ、もう源田ともね、ペッパーなんかしたことないし、まあ、一瞬ノックはね、受けたことありますけど、うん、まあ、怪我ないように頑張ります。はい、しっかり現役選手らしくいい動きをしたいなと思います。かっこいいですね、加藤さん。いや、ゲン似合うね。本当ですか。うん、違和感ないよね。ないない。コーチ室に公共でした。嘘。はい、あ、そうか、戦いものしてるからね、はい、俺らが着てたのがもう復刻になるんか。確かに、はい、ほんまやわ。軽く掘るけど、俺らがある程度ピュッと掘らないといかんもん。ナイスボールです。はい、ありがとう。
リノルです。リノルです。リノルの店だけだ。慣れてきた、やっと。よし。おお。よしです。よいしょ。源内いつも見てるからね。まあこうして受けるっていうのがなかなか。うわあ。はい。よいしょ。はい。おお。わあ。今のね、取っといてね、イレギュラーさん取ったの。はい。おお。はい。ああ、いいっすね。はい。こういうもんな。はい。カズオさんがライオンズに戻ってきて、そうやね、あの時のシーズンでシートロックとかで以来ですね。はい。シーズン中ちょっと受けたっけ、シートロックとか、ね、シートロックやね、はい、たまに入ったやつだもんね、はい、あれ遊びやったもんな、もう外野行った後。はい。そうかで野球選手はこうやっていつもトレーニングやもんな、これが。今の距離の取り方取りました。前に出れなかっただけだね。球強っ。はい。でここでアピールしとかんとさ、俺には明日はないんだからもう。はい。うわあ、いい反応。やっぱまだ前行かないな、はい、そこな。はい、じゃあ、うわあ。はい。はい。これバウンドしんどいよね。前出なあかんから。こうシャンシャンシャン、こう、ね、こういうシャンシャンシャンという打球欲しいよね。どうか。オッケー。危な。危な。はい。よいしょ。ラスト俺。よっしゃラスト。はい。よっしゃ。はい。よっしゃー。いや、そこはやっぱすごいな、みんなね。体力がないわ。143すんねんから。もう僕はハーハー言ってます。有酸素、ランニングせんかったらあかんねん。いや、ほんとにこのユニフォームでね、高原と一緒に、まあ、ノック、まあ、したり、まあ、ペッパーキャッチボールできて、まあ、ほんとに楽しい時間でしたし、このユニフォーム切れたっていうことがね、まずね、うん、ゲームも似合ってるし、このユニフォームいいよね、かっこいいですよね、うん、かっこいい。いやもうこれがね、バンって伸びてくれたらいいよね。ね、はい、やっぱりライオンズの和夫さんといえばもうこのユニフォームを着てるイメージなので、こうやって当時のようなユニフォームも着れて、一緒に野球やらせてもらって、本当にいい時間でした。ライオンズクラシック2022、ぜひお越しください。